はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第32弾やっていきます。で、今回この10個の単語やっていきますので、まあ、この状態でね、テストをしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1個目。これね、トラッシュです。トラッシュ。で、トラッシュで、これゴミです。まあ、ガラクタとかね、いう意味ではありますけど、ひとまずゴミって覚えておけば間違いないです。これがトラッシュ。で、次が、最初、おなんですけど、発音、あになります。で、アクセントも、この最初の、ここに来て、アブジェクトと言います。アブジェクト。で、アブジェクトで、基本的にこの名詞の方の、ものとか、跳ねちゃったね。物体っていう意味で覚えておいてください。で、一応ね、これも知らなかったんですけど、動詞で、ほにゃららに反対する。って意味も、辞書に載ってたんでね、あるそうです。自分も物と物体で覚えてましたけど、これが object。で、次が nation です。nation。で、nation は、これで国家。歌の方じゃなくてね、こう国の方の国家です。nation。で、次、ちょっと読み方がね、難しいんですけど、これで quietly と言います。quietly。で、これね、先にこっち書いていいかな。これ、副詞です。まあ、これを書くってことは似てるの書くんだろうみたいなね、感じがするかもですけど、quietly で静かにです。quietly で静かに。で、取り出すのはやっぱ ly を取ったとこですね。ここ。クワイエットです。これ。クワイエット。これが、形容詞になって、まあ、静かなと。だからひとまず静かっていう、まあ、キーワードを覚えておけば問題ないかなと思います。で、この青のクワイエットの方なんですけど、前に B、B 動詞の B ね、をつけて、be quiet って言い方がよく出てきます。会話文で。で、be quiet。これは静かにしなさい。静かにして。みたいなことを言うときに使います。be quiet。いいかな。なので、ぜひね、quiet もそうですし、quietly、こっちね。もう両方セットでね、覚えちゃってください。で、次が unhappy です。unhappy。で、これはですね、ここ、happy。まあ、日本のハッピーですよね。が入ってて、それに un がくっついてます。で、これはまあ逆っていう意味を表してるんですけど、つまりハッピー、幸せですよね。で、それの反対なので、まあ幸せじゃない、つまり不幸ですね。不幸なとか、まあ惨めなとか、良くない意味でめっちゃ使います。unhappy。で、次、6番行きましょう。で、これですね、プリマリーと。いうふうに書くんですけど、発音が、ここまずプライになります。まあ、前がね、プライ。で、後ろも目ですね、メリーっていう感じなんで、プライマリーとなります。プライマリー。で、これで、まあ、第一のとか、まあ、主要なとか、こんな意味で使います。ちょっともうちょっと意味はあるんですけど、ひとまずこの2個押さえておくといいですね。プライマリー。で、このね、プライマリーの後ろに、こうやってスクールをくっつけて、プライマリースクールって言うと、小学校って意味になります。で、確かですね、ごめん、プライマリースクールの方は、イギリス英語かなんかで小学校かな。自分は小学校って聞くと、エレメンタリースクールの方を思いつくんですけど、このプライマリースクール、これでも小学校という意味になりますので、まあ、ぜひね、そっちの方も覚えててください。ただ、プライマリー、これだけでね、その第一のとか、主要なって意味で使うのもね、よく出てきますので、これだけでもぜひね、覚えてください。で、次がシェイプですね、シェイプ。で、シェイプは、形とか、まあ、姿とか、こういった意味で使います。これがシェイプ。で、今、きっかけになるこのシリーズで、動詞取り上げることってあんまりないんですよね。最初に動詞ガッてやってしまったので、で、今回、この8番、9番。8番はね、動詞じゃない意味の方で一応取り上げるんですけど、ここ動詞が入ってます。まあ、これも動詞だけどね。で、8番、9番並べた理由があって、これ発音がちょっと気をつけてほしくて、8番、こっちに行きます。まず上ね。
これ rise です。rise。いいかな。で、rise はまず名詞の方の意味で、まあ上昇とか増加とか、まあ金額とかね、他でも使えますけど、上昇、増加。で、まあその意味を覚えておけば、動詞で、まあ似た感じです。上昇があるからね。まあ上るとか、あとは上がるとか。これがライズなんです。で、なんで9番並べたかっていうと、これもライズって読むことができるんです。RA だからラって行きたくなるんですよね。ただ、これ発音レイズなんです。レ、レイズ。これ発音気をつけてください。こっちがライズです。で、こっちがレイズで。で、レイズはもろ動詞で使うんですが、育てるです。育てる。で、これはですね、植物とかじゃなくて子供を育てるのに使います。レイズ。このライズとレイズ。ね、まあセットで。ぜひ覚えちゃってください。で、最後、これも読み方ですね。ton、トンって言いたくなりますけどね。これ、タです。タン。タングと言います。ちょっとグが入ります。タング。で、意味が、言語。とか、こっちはね、ちょっと親しみが出るかも。舌です、舌。ベロですね。で、なんで親しみが湧くかっていうと、これ、お肉が嫌いな方は本当申し訳ないんですけど、焼肉とかで、牛タンってあるじゃないですか。まあ、よく牛タンとかね。まあ、牛じゃなくてもいいんですけど、タン。で、あれはこっから来てます。牛タンっていうのは牛のベロのね、ことなんですけど、だからタン。これが派生して、まあ、そのね、肉の部位の名前になってると。だから舌があるんですけど。でまあね、そう、言語関係ねえじゃんって言われたらね、それまでなんだけど、ひとまず言語と、舌という意味がありますので、まあ、こんな感じで、ぜひ覚えておいてください。では、今回はね、この10個やらせていただきました。よいしょ、ちょっと待って消しながら喋りますけど。で、まあね、ご覧になっていただいた方もいるかもしれないんですが、最近、並び替えシリーズっていうね、並び替え問題の動画も始めましたので、もしね、そっちとチェックしてない方がいらっしゃれば、最近の、まあ、ラップしたばっかなんでね、動画の方にありますので、ちょっと見ていただけると非常に嬉しく思います。じゃあ、ひとまずこの英単語の方は、また明後日ですね、16時にアップしますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。